どうもおはようございます、タイガーです。今だいたい朝の7時ぐらいで僕はセントレア空港にいるんですけど、というのはね、今日から1週間ぐらいちょっと九州の方に、サッカーのねチームのテストをちょっと受けに行くんですよね。で僕が住んでるのはあの静岡県なので、バスとか新幹線じゃなかなか厳しいのでね、フライトで行くということで空港に来ました。まあ、セントレア空港ね、この国際線ゾーンはもうガラガラなんですけど、まあ、僕はね今日使うのはこの反対側の、国内線の方ですね。まあ、まあまあ人はいるんですけど、ちょっとね荷物もあるので、とりあえずねチェックインカウンターに行って荷物をね預けていきたいと思います。もう最近はね全てあの機械でチェックインしろっていう、そういうあの世の中になっていますね。恐ろしいです。でもね僕はキャリーバッグを持っているのでカウンターに行かないといけません。ということでカウンターに来たんですけど、ここでねキャリーバッグを預けます。まあ、コミュニケーションがね取れるっていうのは嬉しいところですね。なんかね国内線だからキャリーバッグを預けるのね本当に3分ぐらいで終わっちゃって、僕ねまだ出発まで2時間ぐらいあるんですよ。だからセキュリティチェック通る前にちょっと空港のカフェで、朝食でもね食べていきたいと思います。なんかねお土産コーナーで気になるところがありました。ここね中部国際空港なのに、我らが静岡県民が誇るのうなぎパイがね大量にありましたね。いやなんでこんな多いんって思ったんですけど、セントレア空港はね4階にスカイレストランっていうレストラン街があるんですけど、これはねあの僕がドイツに行くとき唯一の楽しみでしたね。フライトはね13時間ぐらいかかるんで、そしてね1階はお土産コーナーが開いて、あとはねもう結構ガラガラって感じでしたね。上に来たんですけど、まさかのねお店が閉まりすぎてて、これはね果たして、僕がね朝食を食べれるのかっていう緊急事態にねあの陥っています。ハンバーガー屋さんはねやっていたんですけど、さすがにね朝の7時からファーストフードを食べれるあの年齢ではないです。僕もカフェで朝食食べようと思ったんですけど、めちゃめちゃ閉まっててスターバックスぐらいしかないんですよねピンチなんですけど、と思ったらねなんかカフェ1個だけ空いてるとこあったんで、ここにねちょっと入りたいと思います。モーニングセットがあって、しかもね、なんか東海エリア限定の、ハーフサンドセットっていうのがあるらしいです。今日はね、ホットコーヒーにしました。あの僕は一応アイスティー中毒者なんですけど、今日ね、あの朝早すぎて、ちょっとね、眠気を覚まさないといけなかったんで、しかもここの店ね、テラス席がね、最高すぎます。まあ、まずはね、ホットコーヒーで乾杯したいと思います。いや、味なんですけど、めちゃめちゃ美味しいですね、朝のコーヒーって。いや、もうね、表現の呼吸なんですけど、でも周りから見たらね、こいつやばいって感じ。結局ね僕は東海エリアの限定サンドではなく普通の A セットにしました。やはりな無難がね一番というわけで、まずはねトーストからいただいたんですけど、味はねあの普通でしたね。僕はやっぱドイツパンの方が全然好きです。まあ、2枚目のトーストはこのね卵サンドをかけて、卵サンドにしたいと思います。卵サンドをかけて卵サンドを作ってよくわかんない。最後にねサラダを食べていきたいと思います。まあ、食事の順序としてはサラダをねあの一番最初に食べるのが一番健康的だしですね。これはあのダメな例です。まあ、やっぱりね朝飲むコーヒーって噛みすぎますね。いや普通に美味しいんですけど、それよりもねあの目が覚めます。まあ、そんな感じで朝食をねゆっくり食べることができたので、そろそろセキュリティチェックを通っていきたいと思います。ということで、ね、セキュリティチェックを無事通って僕はねあの安全な人間だということは証明されたわけなんですけど、まだあと50分ぐらいあるんですよ。でもね空港早く着きすぎだろって話なんですけど、なので、ね、ちょっと携帯でも充電したいと思います。なんか iPhone の充電ってめっちゃ早くなくなりません？いやこれね共感あるあるだと思うんですけど、本当にね空港の電気にいつも感謝してます。僕は乗るのこれかな。なんかすごいドリンクコーナーがあって、ペプシがねセントレア空港のスポンサーなのかって突っ込みたくなってしまったんですけど、売ってる飲み物に関してはね至ってあの普通でした。でね奥には普通にあの僕が好きなね紙コップコーナーもありましたね。搭乗口に来たんですけど、僕がね乗るはずの飛行機がなぜかアナじゃなくてねアイベックスっていうところになったんです。いやどこじゃこれって思ったんですけど、とは言いつつもね乗る飛行機自体は間違っていなかったので、もうねこれ乗っていきます中に機内はね割と狭かったんですけど、まあね短い距離なのでこれはね別に問題ないです。飛行機に、ね、乗る前に綾鷹を1本買いました。ちなみにあのアイベックスってアナとのねコードシェア便だと思います。いや太陽の光が当たりすぎてめちゃめちゃ眩しいんですけど、いや窓側の席はねあの自分で選択したのでこれはねあのしょうがないです。まずはね CA さんが安全案内みたいなのをね説明してくれてるんですけど、これはねしっかり見ないといけません。そしてね飛行機が徐々にスピードを上げていって、これからね離陸を開始しようというわけです。
まあ、実際はねもっとゴーっていう音のようなのになっているんですけど、あっという間にね飛行機が上昇していって、綺麗なね街並みが見えていくっていうのが離陸のね、楽しさの一つなんじゃないでしょうか。右に見えるのは愛知県のね海ですね。名前はねわかんないです。やっぱ飛行機系 YouTuber って結構コメントとかすごいじゃないですか。あれはね知識があるから言えるんですよ。僕みたいに、ね、知識が何もない人間がフライトに乗ると何もねあの街の良さとか伝えてないんで、ちょっとねお恥ずかしいところではあるんですけど、1時間ぐらいのね空の旅を楽しんでいきたいと思います。まあ、正直なところを話すと、機内ドリンクぐらいがねあの僕にとって一番の楽しみですね。まあ、飛行機というのはね不思議なもので、気づいたら大体ねあの雲の上にいます。今回ねモニターがないので今大体何メートルを飛行してるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、山がねめちゃめちゃちっちゃく見えるので、相当ね高いと思いますね。しかも左見たら虹もねあの出てました。機内サービスでドリンクをもらえたので今回はねリンゴジュースを選択しました。これはねちょっと期待大です。やっぱりね国際線と比べると化粧室はね狭いかなって感じました。でもねすごく清潔感があって洗剤はなんかねあのメロンソーダみたいな色してる。雲の下にね降りてきたのでそろそろ離陸がね開始しようというわけです。なんかめちゃくちゃ雲との距離感がね、近いって感じですね。そしてね大分県の街がだんだん見えてきました。奥にあるのがね、別府なんじゃないですかね多分ちょっと適当に言ったんですけど。ということで、ね、大分空港に着いたんですけど、ちょっとこっからねあの駅までバスに乗らないといかないので、ちょっとねチケット買いたいと思います。空港降りて早々ねあの足湯がありました。さすがね温泉の県って感じですね。空港から市内まではこのねエアライナーっていう高速バスで行くんですけど、僕はねあのノンストップのやつに乗りたいので12時で行きたいと思います。だいたい50分ぐらいで大分駅に着いたんですけど、今ねだいたい1時なのでお昼ご飯をね食べたいと思います。まあ、せっかくね大分に来たので大分県らしい食べ物ということでヒューガ丼っていうね、ご飯を頼みました。これ漁師のご飯らしくて、マグロをね漬けた感じの丼ですね。ごぼうとか味噌汁もついてます。半分ぐらい食べたところでこの右にあるねわさびをこのマグロにつけてあげる食べ方を、僕はね学んでしまいましたこれね本当にうますぎましたね。ヒューガーのめちゃめちゃおすすめです。ということは今ホテルに着いたんですけど、まあ、正確なこと言うと大体ね3時ぐらいに着いて、そこから体を動かしてねランニングをして、夜ご飯も今食べてきて大体夜の9時ぐらいですね疲れましたね。朝の7時ぐらいにセントレア空港出て、まあ、今回人生2度目の九州なんですけど温泉の町大分ということで、今日ねもう早速温泉一つ2時間ぐらいに、ね、入ってきてしまいました。めちゃめちゃね気持ちよかったです。でもね今回の目的はサッカーなので一応ね今日で切り替えたいと思います。僕は8月ぐらいからねこれ何回も言ってるかもしれないんですけど、ドイツで怪我をして大体ね2ヶ月半ぐらいに、ね、サッカーができないような状況で、サッカー以前の問題で走ったりもランニングもできなくて、でも10月ぐらいからねやっと少しずつ怪我が治ってきて、リハビリとか頑張って1ヶ月ぐらい自分にできることはやってきたんですけど、明後日はとりあえずね自分がねこの1ヶ月やってきたことをね出せるように、全力でとりあえずやっていきたいと思います。今日はね最後までご視聴いただきありがとうございました。フライトしただけですけど、それではさよなら、チュース。